第766独立不評連隊は、かつて、朝鮮人民軍が有した、軽不評部隊である。朝鮮戦争中に一時的に編成された。連隊本部は、海嶺に置かれ、単に766部隊と、通称された。766部隊では、水陸両用作戦や不正規戦などの訓練が、実施されており、実戦においては海上を経由して、 敵の後輩地に潜入し、補給線や通信を寸断して、他の人民軍部隊の前進を補助することが想定されていた。1949年に活動を開始し、1950年6月25日の朝鮮戦争開戦までに1年以上の訓練を積んだという。開戦当日、連隊の半数は陸海からの韓国軍に対する攻勢に参加し、 その後の6週間は前線における任務に参加して朝鮮半島を徐々に前進した。連隊は釜山共闘補の戦いにて国連軍の撃滅を試みたものの物資の不足や負傷者の増加に苦しめられた。歩行の戦いにおける国連軍との市街地をめぐる戦いの中で連隊は最後を迎えた。国連軍は海空からの潤沢な援護を受けており、 連隊は甚大な被害を受けて撤退を余儀なくされた。その後、北部に逃れた連隊の残存隊員は人民軍第12師団に吸収され、他の部隊へと配置された。編成時には単に766部隊と命名されていた。これは、例えば小部隊ごとに独立した任務を担当する場合など部隊そのものの編成規模が変動することを見越してのものであった。 最終的に、その規模は、兵員3000名による6個大隊、すなわち1個連隊規模にまで拡大された。これらの大隊には、第1から第6までの番号が与えられた。部隊は、陸軍総司令部直属とされ、連隊長には、五神武宗助が配置された。彼は、連隊会3時まで連隊長を務めた。なお、朝鮮戦争開戦直後、 不残港から出撃した韓国海軍によって輸送艦が撃沈され、これに乗り込んでいた第三大隊の将兵500名全員が戦死している。ここで失われた戦力の回復は不可能とみなされ、第三大隊の再編は行われなかった。朝鮮戦争の開戦以前から北朝鮮の指導部では韓国侵略計画の一環として南へ派遣を意図して無数に コマンド部隊や特殊部隊の編成を行っていた。これらの部隊は平時には韓国にこうした形で韓国に派遣されたコマンドを部隊は当初100名を数え、終戦までには武装して十分な訓練を積んだコマンド隊員3000名以上が韓国内に潜伏していたという。同時期、北朝鮮の指導部は進行に際する進路確保を目的としたより大規模な 部隊の編成も行っている。1949年4月、海嶺の第三陸軍士官学校にて766部隊の編成が行われた。この第三陸軍士官学校は、コマンド任務に関する訓練を専門に行う機関で、766部隊は、レンジャー部隊相当の系譜表部隊として編成された。同年から翌年にかけて、 766部隊は、不正規戦や水陸両用作戦など広範囲にわたる特殊任務の訓練を受けた。また、同時期、部隊は、将兵3000名からなる6個大隊体制に拡大された。1950年6月、朝鮮戦争の勃発が迫る中、766部隊は、訓練を完了し、人民軍第五師団を支援するべく、 上洋の最前線に移動した。北朝鮮側では、766部隊と549部隊が共同して、高料や山直に対する強襲上陸を観光するという作戦を計画していた。この作戦では、上陸後各部隊は、韓国軍に対する広報、拡乱を行い、北部から直接攻撃を行う、人民軍、第二軍団を援護するものとされていた。 6月23日、766部隊は、強襲上陸の準備を完了。部隊は分割され、元山及び、環状の軍港にて、輸送艦に登場した。この作戦には766部隊及び549部隊から共に3000名ずつ、第5師団から1万1000名、合計して1万7000名の戦力が参加しており、 守備につく韓国軍第8師団の戦力6866名をおよそ2.11の比率で上回っていた。正面攻撃と後方上陸の組み合わせによって増援を防ぎつつ韓国軍師団を壊滅させることが期待された。766部隊は上陸に際して3つのグループに分割された。3個大隊は地上より前進する。 第5師団の先鋒を務め、二個大隊は、山直への上陸を行うこととされていた。この2500名は、その後再構成され、前進する人民軍部隊の進路確保を担うこととされていた。またこの頃、第三大隊が富山に潜入する特殊任務を受けて766部隊から切り離される。第三大隊は、人員、装備ともに増強され、 600名の兵員をもって新たな特殊部隊である588部隊となった。588部隊に課せられた任務は不残港を襲撃し、国連軍部隊の揚陸を妨害するべく各種の港湾施設の破壊することであった。しかし、588部隊が登場した輸送艦は6月25日午前中に国連軍艦艇によって発見され、撃沈された。 これによって、第3大隊の将兵500名全員が戦死した。6月25日午前4時、人民軍による韓国侵攻が始まる。人民軍第5次第は、韓国軍第10連隊に対して、最初の攻撃を行った。3時間後の午前7時、766部隊のうちに5大隊は、小型集停を用いて、山直に上陸を果たす。上陸部隊は、 現地集落の住民を召集し、各種消耗品の挑発を行った。また二個大隊が人民軍第五師団の先鋒を務め、一個大隊は三直への到達を目標に大白山脈へ向けて北進した。この時点で韓国軍第八師団は全面及び側面からの激しい攻勢を受けている旨を報告し、援軍の要請を行っている。しかし高級司令部では、 三十八度線全体で激しい攻撃を受けているために援軍を行う余裕がない旨を師団長に伝え、この要請を拒否した。韓国軍第八師団のうち最南端に展開していた第二十一連隊は人民軍の上陸部隊を撃退するために移動を開始する。同連隊第一大隊がプクピョンから玉摩道へ移動し、現地の警察及び民兵組織と共に七百六十六 部隊を待ち構え、北方攻勢を退けた。しかし少なくとも一つの大隊が、ネエコシ軍にて最終決を図り、第八師団の使用補給船の一つを切断した。韓国軍は、北朝鮮の進攻を食い止めるべく民兵組織の編成を進め、戦況にも一定の効果が現れ始めていた。一方、包囲されつつあった第八師団は、 人民軍による圧倒的な攻撃と通信機の故障により7月27日に撤退を余儀なくされた。さらに韓国軍第6師団の交代が始まると韓国東部側面の戦線は崩壊した。この中で766部隊は共闘法を確立し最初の攻撃で韓国軍の通信を途絶させることに成功している。1950年8月 富山周囲における北朝鮮側の攻勢を示す戦術地図韓国軍の退却に伴い766部隊、549部隊及び人民軍第5師団は大きな抵抗に遭遇することもなく東部の国道に沿って着実に南進を続けた。さらに他のすべての前線でも人民軍の攻勢は成功し韓国軍を徐々に南部へと押し込んでいった。 766部隊は前進部隊として東部山岳地帯を経由して内陸部へ進んだ。朝鮮半島東部ではその険しい地形に加え劣悪な通信設備やあまりに細い補給線が韓国軍による抵抗を非常に難しくしていた。人民軍はこれを韓国軍の弱点の一つとみなしていたが、一方で攻略の際に自らも 同じ問題を経験することを認識していた。同時期、第5師団及び周辺の2部隊は前進速度を落として後方からの攻撃を警戒して周囲の山岳地帯に大規模な偵察部隊を送り込むなど慎重に前進していた。しかし、こうした慎重すぎるほどの前進は韓国側に軍を再編成する時間を与えることにつながってしまった。6月28日、 766部隊は、ウツチンから、大白山脈に向けて浸透し、実月山、英ビ、清少へと進んだ。彼らに与えられた任務は、普山とテグの通信を途絶させることであった。当時、テグには崩壊の危機にある、韓国軍を支援するべく、アメリカ陸軍が上陸しようとしていたのである。韓国軍第8師団、第23連隊は、 に位置すするるつの部隊をを足止めするべく前進を開始した韓国軍は人民軍の構成を足止めするべく様々な手段を投入したものの各部隊は山岳地帯に分散してしまい戦力の集結を図ることが非常に難しくなってしまったそれでも第23連隊は7月5日まで人民軍を足止めすることに成功する7月10日766 部隊は第5師団から分離され、占領地行政のために派遣されてきた官僚の先遣隊と合流する。以後、766部隊はさらに小部隊に分割されて任務に就いた。7月13日、各部隊は英徳から北へ 40km 地点の平帰りに到達した。しかし次の週には、韓国側の激しい抵抗に遭遇し、 さらに国連軍による航空支援が始まったため、766部隊及び人民軍第5師団の南進は滞った。一方で、東部側面は依然として人民軍の支配下にあり、7月24日には、旗前及び安藤方面から北欧へ向けた攻勢が始まった。東部側面に展開していたのは人民軍第12師団であった。 これに対抗する形で行われた国連軍による航空支援や艦砲射撃は人民軍の前進速度を低下させるとともに補給線を破壊したため人民軍は韓国側民間人からの強制的な物資の徴収を行うようになる。7月17日、人民軍第5師団が英徳に到達し大きな抵抗を受けることもなく市街地まで前進した。しかし、 占領直後、国連軍による空襲を受けて師団は大打撃を受けた。結果的に市害の守備に当たっていた韓国軍第3、死弾昇兵百六十九名の包囲に成功しているが、第5死弾及び七百六十六部隊の戦力も七千五百名程度まで減少していた。市街地に立てこもる韓国軍第三師団を包囲に成功すると七百六十六部隊は 第五師団を支援するべく戦力の集結を図った。当時、韓国軍第三師団は、北朝鮮の前進を少しでも遅延させるべく、芝居に撤収にあたる胸の命令を受けていたのである。人民軍を十分に遅延させた後、第三師団は、会場から脱出を図っている。険しい山岳地帯は、人民軍の快進撃を支えていた、数的、装備的優位性を失わせ、 市外の包囲にもほころびを生み出していた。7月28日、第5師団は依然として、第3師団包囲をめぐり山岳地での戦いを続けていたが、766部隊は別名を受けて、市外側面に当たる間だから移動した。しかしこの折に、米英海軍による荒烈な艦砲射撃で大きな被害を出し、766部隊はやむを得ず、英徳まで一時的に交代した。 その後、一度は目的地に到達したものの、装甲車まで用いた韓国警察及び民兵による激しい抵抗に遭遇し、さらに国連軍の航空支援もこれに加わった。第5師団からの支援は一個連隊のみで、29日には前進を断念し、撤退を余儀なくされた。また、山岳地帯に展開した韓国軍首都師団は766。 部隊によるそれ以上の浸透を阻止した。さらに警察部隊なども加えた韓国側戦力は766部隊を孤立させるべく逆襲に転じたのである。この中には特に766部隊を対象としたタイゲリラ戦部隊が含まれていたという。こうして韓国軍は釜山からの増援と支援を獲得し、月末までに人民軍の前進を足止めしたのである。 8月5日、人民軍第12師団は、周辺地域に潜伏していた766部隊の各隊と交往した反撃を発動、首都師団を撃退する。その勢いのまま、人民軍では国連が新たに設置した富山共闘補への進路を確保するべく、歩行攻撃の準備を始めた。766部隊は第5師団との共同が命じられた。人民軍では、 共闘歩に対する大規模な同時攻撃と包囲作戦を計画しており、この中で第5師団と766部隊は側面迂回によって国連軍への包囲を完成させ、不惨に押し戻すという役割が与えられていた。北朝鮮側作戦部では両軍主力がテグイコール落刀攻戦線の都市部に展開していることと小部隊の方が被発見率を低下させられることから、 七百六十六部隊に対する増援は行っていない。しかし、この時点で、すでに人民軍の兵舘はほぼ崩壊していた。八月初頭までに、核戦線に展開している人民軍部隊は、食料や弾薬、兵器などの供給を受けることがほとんどなくなり、彼らは露核した国連軍の装備や食料に頼るようになっていた。七百六十六部隊もその例外ではなく、 将兵の士気こそ非常に高かったものの1ヶ月間の構成ですっかり消耗していた。こうした状況の中、766部隊の各隊は国連軍の補給船に対する襲撃任務に従事するようになり、国連軍から様々な装備や物資を露飼して補給の代替に当てた。8月11日夜明け、766。 部隊員およそ300名からなる1個大隊が歩行の集落に突入し、住民はパニックに陥った。歩行付近に展開していた戦力は、第3師団公衛部隊を含む陸海空軍、それぞれから派遣された少数の防衛要員であった。これら韓国軍部隊と766部隊員は、正午頃に集落中央の中学校付近で衝突した。この時点で、 人民軍側では、装甲車両部隊を休行させており、また住民らの避難が始まっていた。釜山共闘歩の前線に向かう韓国兵歩行を通る道路は山岳地帯を避けて、軽症北道に直接到達するルートの一つであり、同時に手具への国連軍連絡路ともつながっていたため、歩行は両軍から戦略的に重要な地点とみなされていた。米第八軍司令官、 ウォルトン・ウォーカー中将は、歩行陥落の方を大きくなり、急ぎ、空海軍による砲爆撃を加えるように命じており、同時に北朝鮮の前進を阻止するべく、集落周辺へ米韓軍を展開させるように命令を下した。数時間後には、集落は、激しい砲爆撃で完全に破壊され、766部隊員らも撤退を余儀なくされる。 彼らは周辺の丘にて再集結して交戦を続け、その後第5師団からの増援を受けたが、夜まで歩行への突入は行われなかった。これに対して国連軍では韓国軍の大部隊をもってタスクフォースポハンを結成、第5師団及び766部隊を排除するべく歩行へ派遣した。タスクフォースポハンによる攻撃は人民軍第12師団に撤退を敷いた。 8月17日、包囲の恐れから第5師団と766部隊は撤退を命じられた。この時点で766部隊の将兵は元の半数程度の1500名まで減少していた。やがて疲弊死物死欠亡に陥った766部隊はヒツル戦まで撤退し、離散しつつあった第12師団に合流した。 第十二師団の戦力は1500名まで減少しており、2000名の補充兵と韓国人、長母兵で戦力を補っていた。この戦力集結の一環として、766部隊にも合流が命じられたのである。1950年8月19日に、第十二師団への合流が完了し、766部隊は消滅した。 彼らは、開戦前に14ヶ月近く訓練を行っていたが、実際に戦闘を行った期間は2ヶ月にも満たなかった。ありがとうございます。